はい、じゃあこれからカツオの漬け丼を作っていきたいと思います。よくね、漬け丼はするんです。もういろんなもので、いいんで、スーパーとかで安い時にちょっと買ってきておいて、1日とかぐらいなら、1日2日ぐらいならいけるかな。お醤油とかの漬けのタレにね、漬けておくと、美味しい丼がすぐにできるので、割とね、よく作ります。はい、じゃあ漬けのタレをと薬味を切っていきましょうかね。まず薬味のネギを切ります。よいしょ。そう、この漬けを作り始めたのは昔ね、主人とよく行ってたお魚料理の美味しいお店があって、そこで初めてね、漬け丼、その時初めて食べたのがイカだったのかな。イカの漬け丼を食べてめっちゃ美味しかったんですよね。でそこに行くたびに漬け丼を頼むようになって、で、その人からね、教えてもらったレシピになります。なんかマグロとかも安い時があるので、お刺身でね、その時に買ってきて漬けにすると子供たちもよく喜んで食べますね。じゃあ次に、シソを千切りにしていきます。よいしょ。シソを千切りにするとき、ここのね、茎をね、切らない方がいいらしいですよ。切らずにこう切っていって、最後ね、底を持って切ると、最後まですごく切りやすいので、その方は水にさらしておきます。はい、薬味はこんな感じですかね。じゃあ、あとタレですね。タレ、これに、ごまをね、ちょっとたっぷりめにすります。なんか引っ越しした時にこのすりこぎ器がなくなったみたいで見当たらないので、最近もずっとこの綿棒の先っぽでやってるんですけど、そう、このごまを香炉とかでちょっといっておくとすごく香りが増していい匂いになりますね。なんか食欲をそそられる匂い。50cc ずつ入れてみますね。あ、量が足らなければ後から足して足せるので、はい、もうこれでタレは完成です。あとはカツオをさばいていきましょう。
じゃあね、カツオ、主役のカツオをさばいていきましょう。さばくじゃないや、切っていきましょう。じゃあ、いよいよ皮を引いていきたいと思います。よいしょ、皮がいけるかな。こんな感じでいいのかな。よいしょよいしょ、いけてるのかな。お、いけてるかもしれない。よいしょよいしょ、お、いけてるかもしれない。これはいけてないかもしれない。どうでしょう。ビロン。あ、いか。皮こんな感じでめくれました。めくれました。時間が取りました。こう切ろうかな。見て、見えるか分かるかな、綺麗な色。見えるかな、見えないよね。これは作ってる人の特権やね。あ、綺麗綺麗。色がね、色が綺麗。よいしょ。はい。で、これをまた切っていきますね。切ってもう直接この漬けのタレの中に入れていきます。この漬けのタレには直接入れてもいいし、あ、入れてすぐに食べてもいいし、ちょっとね置いてもどちらでもいいんです。もう私はその時々で、時間があれば少し置くし、なければその作ってすぐに食べるしって感じです。はい、では切っていきますね。
私はカツオっていうと厚切りのイメージがあるので、昨日も今日もなんですけど厚切りで切っています。そこはお好みでですね。はい、じゃあ盛り付けていきます。ほかほかのご飯のところに、海苔をしようと思ってた、忘れた。よいしょ、よいしょ、よいしょ。ココの海苔、美味しいです。カツオがたっぷりなんて贅沢ですね。美味しそう。もうちょっとやで、カツオの漬け丼できました。